ルちゃん呼んであげようか。あ、もうあかんねんやつ、さっきの人は。じゃあ、向こうが絶対嫌がるよ。でも、どこにいるの？クルちゃん、今。家やろな、多分家。ブロックされてる。ナマヤちゃん一番可愛いわ。ありがとうございます。付き合いたいぐらいだよ。なんや、お前。うん、俺も付き合いたいわ、ナマヤちゃん。カップル配信とかしたことないですよ。ないですね。見ててすごいなと思って、ね、マッチ多くないですか。うん、そうはいいよ、ナマヤちゃんも。だから大変じゃないですか。何が本当のことなのか、コメントとか見てると。いや、全部リアルで。全部リアルです。あー、来るんだ。マジか、いけた。よし、焼肉行こう、みんな。ワンちゃん、佐々木が払ってくれるかなと思って。やらしいか。電波大丈夫？あ、それ靴入れなきゃいけない。はい、池田箱なんだ。池田箱。あ、いいよ。じゃあ、ごめん、ありがとう。ちょっとね、そうして。これ行こうかな。本日最高級一等盛り16,700円。それはやばいね。やばいっすね。ちょっとこれ配信的にすごいね。はい、すごい。これ行ってみる。あ、和牛ユッケ刺し、特上ユッケ刺し。あ、次、ね、これ3枚3,000円。やば、どうしよう。3枚3,000円だってこれ。特上パン。うん。カルビ。特選霜降りカルビ。産地セット。メニュー1個しかない？あ、そうですね、はい、嘘でしょ。うん、いける？ありがとうございます。佐々木さんって金持ちなのになんかあれだよな、しっかりしてるよな。で、これ行こうかな。これとユッケ食べる人。はい、はい、ユッケじゃ人数分、特上ユッケ行くか。あ、すいません。特上ユッケ。佐々木さん、ユッケ食べるでしょ。はい、食べる。じゃあ5人頼んで、あとはこれ握り食べる。食べたい。これ3貫だから、これ2つぐらい頼むか、3つぐらい頼む。これ、うん、いや俺出すから全部。で、特上タンを3人前ぐらい頼め。3人前ぐらい。結構食べてね、みんな。はい、たくさん頼むから。じゃあ一旦呼びますね。うん。あと何食べたい、みんな。あ、俺エビ焼き好きなんだよね。あ、いいですか。本日最高級いただき盛り一つ。塩で。で、あと
特上ユッケ刺し5つあと山形牛炙り握り、これ3つで、あと特上タンを3つ、あとどうしよう、あとみんな頼めば、あと生千枚、ゼロワンさん飲み物どうします、生ビール、じゃあ 生の方じゃあ2つで、はい、塩で1つ、エビ焼きください、何人来た ?4 人来た、もういいの、なんか食べ物は食べたいの遠慮せず頼みな。頼まれへんね。特上タンください。何？頼みましたタン。それ3つ頼んだ。3つ頼んだよ。あ、つきちゃん、はい、ありがとう。じゃあホルモンの盛り合わせ。タレで。じゃあ、あのソーセージで、ソーセージ、はい、ホルモン、はい、ソーセージ、そんなの食う、はい、そんなの食いたいのか、はい、大丈夫、ご飯は食べましたね、はい、自分も食べました、大ライス中で、ライス大にしな、わかりました、大です、お菓子は中で、中、はい、中一つと大四つ、はい、以上でいいかな、はい、うん、ありがとうございます、ラストありがとう、あ、キムチも食う、キムチも、で改めてね紹介しますと、はい、このブナマユちゃん、はい、ツイキャスで活動してます、はい、お願いします、結構大手さんだよね、ゼロワンさんに比べたら、でいろいろやってくれてる山田さん、あ、うっす、山田です、部長山田です、こっちにね、トビーさん、あ、トビーです、はい、カカシさんだっけ、カシンです、カシンさん、はい、で、あのストーカーの佐々木さん、ストーカーです、今日もストーカー来てました、こうね、いきなりなのにこんだけ来てくれました、もう嬉しいよね、俺は、うん、すごく嬉しいです、うん、ということですね、はい、行きたい、もう無理だよ、あ、ソーセージはメニューで入ってる、あ、じゃあ大丈夫です、はい、ソーセージ、ソーセージ、なかなかないってね、ソーセージが、ちゃんといいな、これ、そうです、ソーセージ、大体あると思ってね、言ったけど、イメージとしてあるかなみたいな、そうですよね、ソーセージも、豪華メンバーね、だって山田以外あんま絡みないからね、あ、そうですね、佐々木さんとはまあちょこっとぐらいだもんね、はい、ブラメちゃんはちょこっと会うぐらいだもんね、はい、ちょこっと会うぐらい、ここは佐々木とは親友やから、親友なんです、佐々木とも親友やから、いただきます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 、なんか一回だけ絡んでくれたんですけど、またいだらやれって電話します、うん、誰と電話してん、あ、社長さんです、社長さん、社長さんです、誰、リスナーの、あ、じゃなくてまた全然違う、すみません、一瞬だけ吐きます、あ、はい、あ、はい、彼女、はい、え、どこにいるの、はい、中田さん、はい、あと一個誰だ、グローは何を、俺ビール、じゃあビール、じゃあビール、もしもし、これが梅酒ソーダ入ってくるんで、カチオレンジ
って中田会長近くにいるの？呼ぶか中田会長。中田さんいるの？電話してみようか。会長見たい。大阪にいるんじゃないの？大阪に。あ、会長お疲れっす。今配信中なんすけど、今新宿いるんすか？今新宿いないっすね。あ、いないっすか。そう。いたら焼肉食べようかなと思って。あ、ごめんなさい。あ、わかりました。機会があったらお願いします。はい、どうも、失礼します。いないじゃん、いないじゃねえか。あ、お酒来た。はい、お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。で、あの野原ちゃんとかね、他にもいたんだけど、もう締め切りにしよう。間に合わないってことだから、もういるメンバーで楽しく食べてね。はい、うん、で、俺は食べたらチャット帰るんで。はい、うん、食べてチャット帰ろう。はい、わかりました。その後は分かりません。あ、領収書ちょうだい、出してあげるよ。あ、すいません。骨髄かかってないの？あ、大丈夫。はい、佐々木さんは？はい、大丈夫です。大丈夫です。バンかどうかだと全然取りがないですか。高澄エンド、こっち詰めて。高澄さん、あ、でもこれ全然経費にしてあげる。すいません。すいません。2,400円か。はい、ちょっと高橋、両替してきて。あ、5,000円でいい。5,000円です。うん、あ、いいですか。あ、これ両替できますよ。店員に言えば両替して。わかりました。うん、久々にふわっとやってたんですよ。あ、そうなの、たまたま。はい、たまたま。そしたら教えてくれたんです。あ、本当。来てくれたんだ。はい、これチャンスじゃないですか。私も行こうと思ってすぐ準備して。チャンスっすか。ブラマヨちゃんだってツイキャスですごいじゃん。いや、すごくないですよ。ね。全然。なんかありがたいなと思って。配信どれぐらいなの？配信2年目ぐらいですね、ちゃんとやってるの。え、ナーボーの弟子なの？はい。これ弟子っていうのは、ナーボーさんに教えてもらったの言うと。あ、そうですね。すごくないそれ。わかんなくて配信が、うん、教えてくださいしたらいいよみたいな感じ。嘘で、面白いっていろいろ言われてるじゃん。評価高いよね。高くないですよ。石川さんとかに認められてるよね。あ、でも認められるように頑張ってます。すごいよね。いや俺よりすごいな。配信一歩で食べてってるからすごいなと思います。仕事してるの？はい、仕事してるんだ。今月ちょっと家賃やばくて、で久々にフワッチやったら、あのリスナーさんからアドバイスもらって、これあげる。いいんですか、うん、家賃に使っていいですか？往復使いな。わあ、すごい。え、これいいんですか？だって帰りもタクシーで帰るんやろ。いや、電車で帰ろうと思って。あげる。いいですか、うん、家賃使っていいですか？家賃、今月ちょっと家賃、足りないのか。ちょっと今月やっちゃいます。やばい、やばい、すごい。大丈夫です、なんかちょっと久々にフワッチをやってたんですよ。いくら足りないの？あと3万ぐらいだったんです。3万円足りないの？いや、大丈夫ですよ、本当に足んなくて。あ、はいはい、申し訳なくて、なんか先月と先々月足んなくて、で5月になっちゃったんですよ、申請が、選挙数が。だからちょっと久々にフワッチやって、ちょっとこうちってました。佐々木足りないって。あんまり嘘だよ。マジ いや嘘は良くないな、甘やかし。すごい、やっぱ金持ちってポンとやっぱ出せるから。3万円すごいよね。こんないい男をね、逃してね、くるみは。3万円足りないって。仕事は何してる？僕は風俗と、風俗と、そう、ちょっとタイミングみたいな、1日だけの派遣みたいな。派遣と？そう、風俗で何で経営風俗してる？
デリヘルやって、それでもその場で稼いで食い込んでみたいな。あデリヘルやってて買えないとおかしくない？整形したんですよ。整形したんですよ、顔を。そういえば顔変わったんで、顔変わったんで、ちょっとそのローンがあって。整形したの？整形した。どこを整形したの？このネジからグラマラスって、この中からここまで切開してるんですよ。切開してるんだ、はい。昔の顔もよく見せてるんですけど、ビフォーアフター、ビフォーアフター。なんか一番最初のツイキャスのアイコン、ナンボさんに困ったんですけど、やっぱ可愛くなろうと思って。そうですね、これですね。あー全然違うわ。じゃ最初これだったんですか。どんどん可愛くなってるね、確かに。確かに確かに。うん。意味ないと思ったけど、やっぱ効果あるね。よかったですよ、かつさん。あるだけあって。もっと目をもう死ぬほどでかくできないの。あ、できますね。また課金すれば。クリンクリンにしたらいいね。どうなの？クリンクリンしたいんですけど、またここにまた上切るのにまた100万かかるって言われて。初めから一気にできなかった。そうです。徐々にしかできないの？そのお金に余裕がなくて。お金に余裕がなくて、はい。あーすごいね、その心が綺麗だわ。払い、頑張って払えるぐらいの。マリオ探してる、はい、位置情報送るわ。気軽にやってください。確かになんか一番もしもし、はい、違いますね。今焼肉屋にいるんだけど、あ、ガチなんですよ。縦花ビルあるじゃん、キャスバーの。で、野郎寿司の方にずっと区役所通りの方の 歩くと左に有限定って焼肉屋あるやん。はい、失礼します。両サイドに焼肉屋あるところの左側ね、ロッカー側のとこ来て。あ、わかりました。あ、じゃあな。これもみんな落とすの難しいな。どうしよう、リスナーさん。はい、お疲れ様です。どうしたらいい。あ、いいですよ。はい、あ、大丈夫です。はい、失礼いたします。ロロ、これ広角レンズ、はい、はい、あ、しこわったさ。ちょっと配信変わろうかな。もう内装もしてくれないし。え、広角でも無理。ブナマヨちゃん家賃足りないっていうかな。ブナマヨちゃんの枠でやろうかな。いや申し訳ないです。いやいいよ、うん。あ、はいはい。急ラッシュの方。あ、はい。あ、これで。大丈夫です。なんかあとついた。あ、多分いけると思うんですけど、さっきそれでずっとやってたんですけど。はい、どうも。さっきあんまハイペースで飲んだらあかんで、この間みたいに。あかんで、うん。投げ倒して帰って行ってたやん。もう薄いと。え、あ、みんな完璧したとか見てた。あ、お疲れ様です。あ、でも、広角すぎない。難しいよね。難しいな。うん。思ってるより広いから、ここ。あ、確かに広いですね。その理論で言うと。初めて行きます。すいません、乾杯遅れたんです。すいません、はい、あ、すいません、はい、山田さん、すいませ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 ん。佐々木さん何飲んでますか。私も梅酒ソーダです。梅ソーダ、俺もそれ頼んでほしい。あ、わかりました。まさか J1 さんと飲める日が来るとは思いませんでしたよ。いや、私も初めてで。え、初めてだ。はい、あ、こっちおされて。あ、行ってきました。行ってきた。インサート用ユッケ、ユッケ来たわ。特上ユッケだって。これどう？すごいですね。全部写真撮ろう。特上ユッケ、そうですね。どうですか、食べたい。これすごい、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 すごい。おしゃれじゃん。お腹すいた。ありがとう。タレもうまそうやな、これ。あ、大丈夫です。これタレかけるのかな。どうやって食うのこれ。どうやって食うんだろう。つける、つけて食うのか。潰すのかな、これ。そう、潰す、潰す。卵はいい卵だわ。モテるもん。これぐらいにして。うますぎ笑った。うわ、リンゴ嫌いだな、俺。やめてくんないかな、これ。リンゴは、お好みにしてくんないと嫌なんだよ。リンゴ強制、リンゴ強制嫌だな。かけるんじゃないの。
かけるのかなこれ、はい、ぶち込めやんやこれ、はい、違うかな、はい、すごいですね、来た、はい、1万円来ました、これ1万円、はい、すごい、1万円プレート、まあ、もう刺しがすごいやんこれ、すごい、うわすごいなこれ、ピンクじゃん、これ何これ、違うわ、これ特上タンだわ。